MM パスタをご覧の皆様、こんにちは。パチンコ秘書ガイドの矢部愛です。今日はパチパチライトアブの収録ということで、こちら愛知県豊橋市にあります大気豊橋前田南店で実践ということで、よかった言えたもう今言えただけちょっと一安心なんですけども、呼んでいただくの2回目です。前回ですね、バジリスク絆でアホみたいな下手な立ち回りをしてボロ負けして、最後パチンコのナナシーでテンション上げてニコニコ帰るという、まあなんとも本当に下手くそな立ち回りで、こう残念な爪痕しか残せなかったんで、今日はちょっとやってやろうと思ってきたんですけども、ちょっと今絶不調期に入っておりまして、もうただただ毎日が不安で、何をパチンコ打ってもスロット打っても勝てないっていう、もう人生で一番のスランプ期なので、本当連敗しておりますので、今日こそは絶対に勝っていきたいと思います。みんな石パチ行ってくんないかな。よろしくお願いします。すごい、時期がクリスマスシーズンだからってサンタさんいる。悩ましい。まあいいや、通路の角にしよう。本当に不安だわ。天井行って断髪してるよ。まあいいや、角にします。まあ本当に足びっくりするぐらい緊張するんですよ。そう、何回やってもダメなんですよ本当ですかね、いけますかね。じゃあ早速実践開始していきたいと思います。北斗の友、今んとこ勝率で言ったら3割ぐらい。でも3割って聞くとなんかあんま勝ててないような気がするけど、野球だと3割ってすごいんですよねっていう。全然そんなの何もフォローにもならない。さ、いや今日こそ勝ちたい。本当に。今日こそ勝ちたい。とりあえずジャギステージに行けばいい台っていう、もうそれだけで。チェリーだったの、スミも速攻落とした。目を示した。ヨチェリーだったんだね。よかったよ。でもなんかここ1個だけじゃ、ここもつかないと消けしないから。とりあえず次はスイカを消しろ。ユリア様、誰だと名乗る者がここへ。やだ、うわあ、風の勢い。ショーの配下であるヒューンを呪え。はや、やる。あ、
安だわ。不安しかない。ただひたすら北斗の散歩代を払ってってしまう。やだこれがなんかいつも思うんだけど、このじいさんがもう本当にもうちょっと可愛い女の子であっても本当風で吹き飛べとかすごい思うのに、誰がじいさんだこんな散られて黄色みたいな。ちなみにちょっとおっぱい大きい女の子だからちょっと幼女だとちょっと隠るように欲しいの。悪者がざわついたらチャンスゾーンに行くかもな。ヒーフー、ここは通さ、ヒーフー、ヒーフー、こっこ、こやくー、イラッとするほんとに。あらあら、あと1000円で考えよう。なんだっけ、あと1000円で考えようって言ってんのに、なんでカード引きにしようか。気持ちがね、もう大移動する方にね、行っちゃったのかな、ちょっとね、あれ。びっくりするぐらい空気だった。もう台変える。台変える。ちょっとね、北斗の散歩代はこれ以上払ってられない、この女に。不安やー、どうしようかな、何言うとかな。うわ超楽しそう、またまぎやろ当たってる隣の人で当たってる気分をちょっと味わう。というわけで北斗が心折れまして、まとまぎの島見たら2人とも2人打ってて、2人当たってて、私もまとまぎが打ちたくなって釣られてまとまぎ。しかも筐体がアルティメットまとまぎのスマドカだから可愛い、まとまぎが好きなんですよ。ただただアニメのブルーレイボックス持ってるし、劇場版も持ってるし、実は全部揃えてビッグタンパス。
同じくらい入らなかったけども、もうただあんだけホットでやれない感じしかなかったから本当嬉しい、当たりが見れて本当嬉しい。ちょっとあのテンション上がってきた。まだまだとにかく仕事でスイカ割りしたんですよ。で、まあ浜辺でね、もうバット10回ぐる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 しスイカ割りって言ったら、目隠ししてバットってめっちゃ目を合うのね。ほんと3回転ぐらいでもう自分がどこからスタートしてどこでどう回ったか分かんなくなっちゃって、すごい足元やっぱ砂浜でも持ってかれて、お尻がドンって転んだら見てこそったの。超恥ずかしくて、くしゃみしたり、なんかこう、なんかするたびに、尾てい骨、2週間ぐらい尾てい骨に引いて、尾てい骨、しかも尾てい骨だから、どうにもなんない、ただただ、痛み痛みを見つけてるって、結構恥ずかしくて、私も、アミさんみたいに素敵な女性になりたいな。しかも座ると痛いからスロット打っててこうちょっと後ろに背なんかかけちゃうと尾てい骨ちょっと圧迫するとみたいな、お尻一人で打つと恥ずかしい。二度とやらないといけない。飲まれたと言っても窓巻きで2000しか使ってないんだよね。2000円でよくあそこまでやらない。気づいたら使い切った。3度にお金売れることに何の抵抗もなくて、何の躊躇もなく普通にあ、マクドンだわって言えられるようになった。本当に恐ろしい。でよく妹っていうのが、まあ、3度に1万円2万円3万円3万円入れ始めたらちょっと3万円今入ってんなって思うんだけど、でもまあ入れられるわけじゃん。でも買い物の3万円ってめっちゃナイフだね。この3万円でこれかっつってでもなー高いしなーって思うのに、3度に入れる3万円ってめっちゃ軽いの。怖いよね、すごく怖いわ、本当に。私に何も言ってくるか。よく妹の買い物行くと、いや、サンドに金入れられながら買えるだろうって言われて。さやかちゃん、見てくれないから恥ずかしいよ。え、やめんの。そんなにスイカ引いてマジカルチャレンジと落ち率がいない。隣がやめた。どうしよう。え、賞金移ろうかな。どうしようかな。悩ましいな。さっきは強かったし、正直隣のスイカ、まあ、別にマジカルチャレンジやれてないとね、とりあえず突入すればいいわけだから、この前は一応まあゼロだし、移動します隣に。引っ越しや。はい、移動してまいりました。もう3台目でもさっきのマーナーマーギの隣の台の映ってきましたね。まあ、私がチラ見してた限りスイカでのマジカルチャレンジ卒率はすごく良くて、まあ、正直私もそんなにスイカ引いてないけども、マジカルチャレンジ一度も行かなかったんで、今のところ私のチラ見してた限りこちらの方がいい台だと思ったので頑張りたいです。で331ゲームからで、まだねそんな全然使ってないから、フラッシュさえ入れれば。I'm not gonna lie.
ってくる。ただの私の子供のセックスで、この人は超かっこ。Bye.
マジででも一番、まあ、ちょっとすげえ緊張しすぎて、もうなんか一番不安なのが見落としミスするっていうところなんだけど、さっきから結構チューチューしてからやってるから、いきなりもうなんかバー狙えないんじゃないかっていう不安に襲われてる。今全然違うところに行ってる方向性が、でも赤だから当たると思う、そのと思うんだよね。でもミスったらどうしよう。で外さなきゃよかった、よしができてしまったみたいな、本当にくだらないところだったから、楽しい、あーよかった、すごいラッシュになります。もう終わると思ってた。あれも超嬉しい。
仕方ない。まだよし。
いやでも終わってすぐだから。ジャグラー光って気がつってエロって思ったことはさすがにないけど、でも忘れられない、多分次ジャグラーあったらエロって多分思ったと思うな、多分思い出すと思う、忘れらんない、あれ衝撃的すぎて。あ、さっきの積んだお兄さんはいなくなっちゃったんだ。あら、私が歌だよ、よかった、誰も当ててない。安心して、本当によくないよね。あ、隣はめっちゃ積んでたんだよね、うわすげーなぁ、隣だったか、うわ、めっちゃ、やばい、この台22連してるんだけど、そりゃ出てるわ、この台、いや、こっちも当たってんじゃん、うわ、何、もしかして、私の台選びが悪かったの、これだってこっち2箱出てんじゃん、ちょ、いやぁ、まあ、まだ負けね、フリーズのお兄さんもどっか行っちゃったもんな、この花火のお兄さん、まずっと出してんだけど、これはすごい、いいな、ちょっと閉店まで分回すのかな、手堅いよね。実践終了。私投資1万6000だと思ってた、そしたら投資2万6000だったなので、250枚負けっていう、ちょうど北斗を打った分とぴったりなんですよ。だから考え方によって北斗はなかったことにすればもう全然もう北斗なかった、むしろカットしてくれれば全然もうトントン、トントンも勝ちですよ。
でも展開で、まあ、正直最初ちょっとその1代目からの2代目に行ってからまあいい展開いけたし、ラッシュ最後マジチャレでねやれなかったのがちょっとあれでしたけど、あそこで会えたらもう完璧に、あ私ちょっと上手かったじゃん、2代目移動しても大成功だったじゃんっていうのがあったんですけど、でも本当楽しかったんですよね。多分後半自分でもこうバーッと思い返して、多分嬉しいと楽しいばっかり言うと思ってっていうぐらい、もう、まあ、正直その250、結果は250枚負けなんですけど、私の中であの500枚以内の負けは負けじゃないんで、全然今回は私の中では勝ちです、完全に。ただね、まあそう結果としては本当は正直その250枚負けなんで、次回こそは、前回はね本当、前回は本当もう1500枚負けぐらいの結構大負けだったんで、今回全然もう成長したと思うので、次こそ3度目の正直ですよ、3度目の正直がありますからね、次こそはもうフリーズポンって引いてバーってやるやつをやりたいと思うので、またぜひパシパシライターブ呼んでください。ただ待ってますというわけで、私の中でも勝った気いるんで、もう超楽しかったです。ありがとうございました。じゃあまた。